予選2日目、あと残すは2組だけ。そしてここは5試合目、これに勝った方が勝ちとなります。おっと、僕が交錯して、まずファーストアタック落ち、しゃがみ中パンチ6のこと絶妙ですね。竜巻で近づいて中ボス、巻きを置いてくるが、これは冷静にカット。おお、立ち台パンチ失礼します。さあ、整備置くが冷静に対処、ここ目押しもきちんと決めるが、投げが通ってカタストロフィー、これは反対が出る、消えました、消えました、消えました、中足ヒット、仕込んでいた、なんということだ。ここで中足に変えてきましたね、すごい。さっきまで中盤だったと思うんですけど、はい、あ、おおテレポに反応。さあ、なんか体力を使ってもいいから近づきたいといった そうですね、変わってきましたね、はい。さあ、ここで相手の動きがどう変わったのかを今見てるところだと思います、はい。マーチャイパン、もうちょ負けてない、マーチャイパン、ワイパンが入りますね。そうですね、この時は壊ししか入ったということです、はい。あ3人絶叫です。わさあ、詰まってくる、詰まってくる、飛んでしまう。さあ、今の体育は難しいところでしたね。ですね、飛びもうまい、揺さぶってきてます、はい。竜巻、しゃがんでこました、岩がまたソロフィー重ねて、これは削り、いや最後逃げちゃうんだいパン。あ、やはりもつれた、勝負は最終ラウンド、真空がたまりました。梅原、さあ、ジャイパン、これは今いい前飛びでしたね、はい。さあ、両者ゲージ満タン、竜巻に近づいてシュワシャドウで削っていく、波動が強くなってきました、強気ですね。飛び込み、飛び込みましたね、取って